騒がせしました。朝鮮の民族打楽器なんですけどもね、それを使って本来は三拍子の歌なんですけども、四拍子でユーロにして歌ったりもしています。それではそろそろ僕の時間はそろそろ終わりなので、最後の歌にして、この後は有坂美弘さん、そしてその後に美和さんが続いて登場されます。楽しんでいってください。それでは最後に、これもCD のタイトル曲なんですけども、僕が在日として生まれて自分の気持ちを素直にプロデューサーがですね、実は僕のプロデューサーが画家で画家をやってらっしゃるんですけども、新月史観大という先生のもとでちょっと詩をですね、自分の気持ちを素直に歌おうということでできた歌が、このタイトル曲になります。これからも頑張っていきますので、またどこかでお会いする機会がありましたら、楽しんでいってください。本当に今日はありがとうございました。 S4 の話でした。最後に星をかけて聴いてください。
こにいたいよ。すべて忘れ踊っていたいから、もっと聞かせてくれ君の言葉を、忘れないから、愛の夜に月は昇り、輝き出す登場です。どうもありがとうございます。